さあ 1P 側が泉対する 2P 側が大阪、はい、ちょっと俺大阪くん優勝するのにかけてるんだよかけている。そう、大阪くん優勝してくんなかったらオインジュースおごってね。逆にそういうかけなんですか。なんでこんな一方的なかけなんですか。もうおごられくんとかでいやいや、もう信じてますよ俺。さあもう開発からのお墨付きですからね、これはちょっと勝たないと。じゃあバランスまあでも普通に考えるとちょっとバランスがいいんでね、ゲージのバランスとかも、こいつもこいつも、まあプレイが安定してるなと。なるほどなるほど、ここまで持ち上げれば大丈夫でしょう頑張ってもらいたいですね。さあ試合の方を見ていきたいと思います。さっきイズミックスさんクリミナルを出しましたよ。あ、そうだったんですね。投げを、まあスカッツさんで当たんなかったんですけれども、はいはいはい、はい、出すことはできたぞと。出すことはできました。さあじゃあ次は相手の届く距離で狙いたいですね。そうですね。バトル1を制したのは 2P 側大阪。バトル2ファイト。決まりだ。くれてやる。どうりゃ。さあ中距離でのエイトウェイランを巧みに利用してますね大阪さんは。周りの使い方がうまいですね。うまいですね。ちゃんとしっかり相手の技の光に差し込んでいったりとかしてるんで。はいはいはい、はい、俺はリスク背負わないぞって感じです。そうですねさあ先ほどとは打って変わって 1P ガイズミックスさんが一方的な試合展開を見せている。投げが取れあるかもしれない。投げが抜けている。さあ嫌な間を利用してプレッシャーをかけている 2P 側大阪に対して。さあ流れをつかみつつ投げが取るが殺しきれない。下段ガード、うわー、うわー。 1P 側イズミックスが1本取り返して 1-1。 今のは結構でかいです。あのガード結構削ったんです。なるほどなるほど。さあこれで大きく流れを調子をつかんだのでしょうか。 1P 側イズミックスが大阪を攻め立てるが、さあ負けてはいられないとお伝えしたいところ。ペン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 からのペン。あれ大阪君ちょっとオレンジジュースがさあ開発陣お墨付きをいただいた大阪、さあ期待に応えることができずここで倒れてしまうのでしょうか。それともさあ 1P がイズミックスがリーチをかけている状態のバトルは4。さあお互い攻めあぐねている状態ですが、カウンターしっかりコンボを決めている。取りこぼしませんね。ペペペン。さあいろいろあるといった感じではありますが、壁に追い詰める形、平行どちらが垂直を取るのか、それとも礼儀知らずね。おそこまで頑張った今のは。おー狙いがいいですね。今のはファーストからのグリッカルエッジ。なるほどなるほど。今頑張って構えといてましたね。そうですね。いやだって後ろからすごいプレッシャーかけられてるんですもん。頑張らざるを得ませんよ。まあでも今のは、はい、壁コンボを選んでも同じぐらいになるんですよ。あーなるほどなるほど。まあ村に来たらグリッカルゲージが余ってたんで使っても損はないです全然。ということを言ってる間に、さあ最後締めるところは締めるといったところがさすが開発お墨付きのプレイヤーと。ああジュース飲めなかったっすジュース飲めなかったっす俺に関わったのが運の尽きさ。さあ A、B ブロックを抜けたのは大阪ということになりました。叫ば表通りですね。